おはようございます。釣りこう TV です。本日のルアーこちら、アベンタクローラーのこれバゼル。新しいですね、トップウォータープラグですね。これのね、こんな感じのバイト気持ちよかったよって、こんな動画が撮れたので、まずはこちらをご覧ください。これ使いやすい。で、今ベイトをタックルでやってるんですけど、めっちゃ飛ぶ。対岸の岩盤まで。おお、出た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 。おお、元気。よいしょ、すげえ。はーい、アベンタクローラーのね、新しい仲間、アベンタクローラーのね、バゼルにね、いい感じで食ってくれましたよ。いきなり来ましたね、バゼルフィッシュ。曇り予報だったんだけどね、雨が降り出したから、ね、こういうトップウォーターでも騙されてくれるような、そんな展開になったのかな。そうそう、飛距離がね、申し分ないからね、結構小粒なんだけど広範囲に探れちゃうね。軽い振り抜きでグラビアスの今シャロースプールで投げてるんですけど、結構ね、遠くまでスパーンって飛んでってくれるからね。いやー、びっくりした、ガバーって出た。気持ちいいバイトでしたよ。ちょっと雨強しになってきた。お、出た。オニヤンマだよー、オニヤンマだよー。今ね、一回出たんですけどね、ちょっと狙いのポイントを過ぎたらただ巻きモードにして、ブリ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 、うー、早巻きも対応しちゃう。いいね、これ。この繊細な虫っぽいシルエットにね、ハードプラグでトリプルフックがちゃんとついてるってのはすげえ武器っすよね。いや、最近あのすごいライトなピクピクでね、チビミエバスとね、ずっと戦ってて、出るんだけど乗んないんですよね。でも今ね、久しぶりにこういうプラグの、こういうプラグのピクピク的な、この羽でピクピクみたいな要素でアクションしてるんですけど、定点こう保持しながらこう虫の波動みたいな感じでね、やっぱ乗りますからね、今乗ったから改めていいもんだなって、たまに待ってみたりして。
んかやってきた。切るかな。だまし合い、イエーイ、バゼルフィッシュ。はい、小さいながらね、またアベンタクローラーのバゼル来てくれました。いや、なんかね、後ろついたなと思って、だるまさんが転んだの要領でね、ニジニジしていたら食ってくれましたよ、イエーイ。で、引き続きですね、ジニアスプロジェクトのグラビアスのハイギアモデルですね。これにロデオクラフトのホワイトウルフ8ポンド P ラインね、 1.5 号にリーダーをねつけてる感じです。イエイ。はい、というわけでね、これね、バゼルで釣った2匹目なんですけども、あのね、ちょっと分かりづらいんですけども、目から見てるとね一目瞭然だったんですが、こうしばらくねアクションして巻いてきて、でなんかね、魚がそばのねちょっと水中カバーからこれに向かってね泳いでいく姿が見えたんですね。波紋で確認した感じなんですけども、なんか寄ってきたなーって。それで、これをねちょっとたまに動かしてピタってこうね止めてね、しばらく待っていたら、こうたまらず止めている時にガバーって出たっていうね、これがこのなんか鬼ヤンマカラー効いてんなーなんてすごい感じたねバイトだったんで、ちょうどね、小さいバス、あれぐらいのバスってのが結構ね、ルアー見切るし、ワーム使ってもね見切っちゃうっていうタイミングだったんですけども、これをただね浮かべておくだけでたまらずねバイトしてくれたっていうことで、この鬼ヤンマカラーね恐るべしだなと思ってね動画にまとめてみたんですが、まあああいう小さいサイズでもね、このフックがしっかりとね、ゴリゴリにね刺さるフックがついているんで、しっかりとね絡め取ってくれるっていうことで、ここで一つ坊主逃れしたいなーなんていうタイミングでもね活躍してくれるんじゃないかなっていうことで、動画にまとめてみました。でタックルなんですけども、こんな感じですね。ですね、これはジニアスプロジェクトの、グラビアズのハイギアモデルね、これに、P ラインを入れて、これね P ラインは1.5 号っていうね太さなんですけども、それでねこう組むとね、これねシャロースプールで組んでおくとねバヒューンって飛んでいくんで、自分の飛ばしたい距離はね、まあ要は岩盤沿いとかにしっかり入れていきたいね、そんな時とかにもねこれねしっかりと送り届けてくれるんで使いやすくてね、でパワフルでドラグの効きもいいので、信頼して使っております。で竿はホワイトウルフの8ポンドクラスですね、こんな感じのね、組み合わせで使っているんですが、快適に使えております。まあベイトフィネスのタックルとかね、そんな感じでもいいんじゃないかなって思うんですけども、まあいざね大物がかかった時とかもね安心感になる、まあミディアムパワーぐらいのセッティングって感じですかね、こういう組み合わせでね使っておりますが、具合よく使えております。何やらこのグラビアスはねすごいスプールとか、あとベアリングを入れた今カスモデルみたいなやつがね、準備されているっていうのね SNS とかでよく見ますんで、こういったプラグからこれより小さいプラグとかね、快適にテンポよく投げていきたいっていう時は、そういったね、開発中のこれの新型モデルとかね、すごい気になるところではありますよね。まあでも普通の吊るしの状態のねシャロースプールで問題なくいいところまで投げられるんで、まずはねこんな感じのタックルでやってみております。何にしてもねこう止めて置いておくだけでね思わずバイトするルハってのはね反則ですよね。これは釣れるなっていうことで、はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、今勝のですねアベンタクローラーのバゼル、これ止めておいたら、鬼山からねバグッと食われて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。